青山議員の動画の再生数がすごいですね。直近の12動画で50万再生近いものが2本あります。トラハチに出演していた頃の後半、再生数が伸びなかったのは何だったんでしょうか。その中でも僕らの国会第220回ニュースの尻尾、総裁選本当は何があったかという動画で総裁選について振り返っておられました。総裁選の結果が出て、総裁選時代終わって、その後すぐ同じホテルの別の部屋で高市候補を支えた人たちはみんな集まって、もうすでに来なくなった人もいましたけど、まあ大半でもちゃんと来られて、安倍総理、安倍前総理もちゃんとお見えになってですね、大変良い会、高市候補の挨拶も非常に印象的な良い挨拶を、魂のこもった挨拶なさいまして、それでそれがお開きになってドーッと行く時に、安倍さんが僕に党員という票が少なすぎたねとおっしゃったわけですね、とのことです。総裁選の党員党友票は、河野氏169、岸田氏110、高市氏74、野田聖子氏29でした。4分の1は 25% ですから、かなりの苦戦でした。高市氏が総裁選に出馬する場合、議員票が多いイコール決選投票には強いということになりますが、そもそも決選に残れなかったのが敗因だったというのが安倍前総理の分析だったようです。ネットの世界でものすごく盛り上げることにはなりました。そうですね、確かにネットで盛り上がってましたね。盛り上がったんですよ。ツイッターでもね、高市候補ばっかりだったみたいですね。だから高市早苗候補、まあ内閣総理大臣を目指した高市さん、今でも目指していらっしゃる高市さんのネットでの存在感というのはものすごく大きくなったわけですよ。しかしそれがじゃあ110万から113万と言われる党員党友票、そして投票率がだいたい6割9分ぐらいでしたから、その数の方々とどれぐらい重なるかというと、基本的に重なってないわけですよ、とのことです。113万の 69% ということで、78万程度の投票があったようです。衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移、総務省によると、平成29年の全体の投票率が 53.68% だったようです。党員になるイコール政治に関心があると思われますが、その予想通りに通常の選挙よりも投票率は高かったようです。私は総裁選当日の商談で総裁選の話が出ました。取引相手の方は、河野総理がついに誕生ですねとおっしゃいました。私は、え、野田氏が出馬したことで誰も過半数は取れない、一次投票では決まらない、2位3位連合ができたから河野氏の可能性はかなり低いのではないでしょうか、といった会話をしました。その後は河野推しされるわけでもなく、お詳しいですねとお褒めの言葉をいただきましたが、その方は別の会社でも河野総理誕生で皆さん同意されたといったことを言っていました。会話した感じではその方はリベラルでも保守でもなく、政治にさほど関心がないタイプの方でした。また岸田氏が当選した後に会話した方も、河野さんで決まると思ったと言っていた方がいました。理由を聞いたら突破力があるからと言われ、私が河野さんって今までに何を突破したんですかと聞いたら、規制改革大臣だからとおっしゃっていました。その方もリベラル保守といった偏りは見えず、政治にさほど関心がないタイプの方でした。高市さんの敗因としては、保守は少数派だからといった意見も散見されますが、私は政治に関心があるのは少数派という印象を持った総裁選でした。またそういった層の方でも話題にするくらい、今回の総裁選は盛り上がっていたことも感じました。政治無関心の方にまずは関心を持っていただくのが課題だと思います。しかしこれとてつもない難題ですね。健康くんもかつてはがっつり無関心層だったよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。